皆さん、のぶです。顔漫画完成しました。で、私も先ほどすいません、会社の方に行ってたので、ママに配信お願いして、最後の、料理の締めをやっていただきました。まあでも初めからママに教えてもらいながら、やっさんで、まあ全部ママが作った顔漫画です。はーい。美味しそう。で、これが顔漫画スープ見えるかな。いいです。見えます。スープです。これは魚屋の友達にもらいました。酢だこと、あと刺身の盛り合わせ。なおちゃん、めぐちゃん、マッチ、ありがとうございます。あと、これはソースです。このソースがまたうまいんで。はい、すいません、ちょっと。あ、ママ。いいです、そのくらいで。はい、で、ソースをかけて食べます。いただきます。いただきます。はい。いっぱい食べてください。美味しいのをね、伝わるかな、パパの話で。さっきパパいないだから、もうまあ、作るおかしいかな。日本語も難しい。みんなわからない、ごめんなさいね。本当に、僕、YouTube 始めて、今日で10日目ですかね、11日目。全く何もわからなかったんで、まあもちろん敬語、豊か、力さん、いろいろ、まあ、豊かの彼女さん、いろいろアドバイスもらって、手伝ってもらって、で、ママも、一番はやっぱママが毎日、編集とか、動画、どうやって撮ったらいいとか、あとは動画の、ママの携帯でも撮って、つなぎ合わせたり、ママが全部やってくれてますね。ママ感謝してます。大丈夫です。ママがいなかったらこの動画も作れないもんね。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。ではいただきます。うん、サラダが、僕はサラダ大好きなんで。キュウリ、うん、キュウリでしょ。うん、うまい。ニンニクも効いて、この暑い時は特にいい。うん、明日はKGB の大先輩、千葉の頭の、初代の頭、初代の千葉の頭の王さんと、うん、夕方4時ぐらいですかね、待ち合わせしたので、その後、お店入って、動画、ライブ配信がすいません、まだできないんで、なんでできないのかな、パソコンからなんか手続きをしないといけないみたいなので、ちょっとまあ明日は、その用事で忙しいんで、で、日曜日は、ね、ママ、日曜日もね、日曜日は、高尾山に行って、山登りを二人でしてきます。それも配信、動画を撮って、後で配信しますので、いい景色が撮れたらいいなと思います。まあちょっと雨ですけど、いいよね、ママね。はい。うん、いただきます。うん。うまい。このご飯に味が、鶏の匂いも味も染み込んでて、なおかつ生姜を入れていたので、生姜の味も匂いも、うん、さっぱりしたご飯ですね。これだけでもいいと思います。日本で言ったら混ぜご飯のご飯みたいな。うん。で、鶏も柔らかい。とても柔らかいです。うん。うん。パパ、これ夜ご飯かな。はい。まだあります。うん。今食べるから。うん。
明日は KGB の初代の話動画で流したいと思いますので楽しみに。あと、結成の日はどういう形で結成して、千葉でもどういう形で千葉のみんなが集まって結成したのか、で誰と誰が揉めたのか、仲間、今は仲間ですけど当時はですね、誰と誰が仲悪かったのかとか、で今その人たちはどうなってるのかとか、まあ名前言える人、言えない人 いますので、まあその本人が名前言わないでくださいって言えばちょっと言えないですけど、まあイニシャルとかあだ名でお話できればいいと思います。明日は楽しみだな。久しぶりに先輩と会うんで。あと KGB の初代の人たちは大きい喧嘩っていうと、足立区の竹の塚の人とか山谷の方と大きい喧嘩 してたので、そういう話もちょっと聞きたいなって。僕も近くで見てたんですけど結構ハードだったんで、どういう経緯で喧嘩になったのかとか、あとその先輩、明日会う先輩は今度改めて敬語と3人で食事もしたいと思いますね。うん、もちろんママも、うん、ママうまい、これ嬉しいです。パクチーもとてもうまい。うん、うまい。今日はさっき友達にガオマンガイ届けてきて、すごい喜んでくれました。おいしいおいしいって言って食べてくれましたね。で魚屋さんなので、以前にお話したと思うんですけど、うん、僕の小学校の同級生が魚屋さんやってますので、おいしい魚屋です。そこで海鮮丼も食べれたり、昨日も食べてきたんですね。でさっきガオマンガイあげ、プレゼントした時に、ママへっていうことで、サバが好きなんで、ママはサバを焼いたサバ焼きと酢だこと、あと刺身の盛り合わせは冷蔵庫に入ってます。ありがとうございます。なおちゃん、めぐちゃん、まっち、ありがとうございます。ありがとうございます。また、近々行きます。食べに行きます。カオマンガイ美味しいです。ママ美味しいよ。トムヤンくん今度作りたいね。いっぱい食べてください。うん、トムヤンくん簡単？うん、うん。明日は、初代の千葉の頭の先輩とコラボを楽しみにしててください。僕もこれを食べて歯磨いて夕方まで寝ます。で朝まで仕事を頑張っていきます。皆さんも。体に熱い、最近暑いので体に気をつけて、お仕事頑張ってください。そして、僕とマーマの動画を、いつも楽しみにして見てください。よろしくお願いします。ねえ、ママ、うん、それでは、また、動画アップしますのでよろしくお願いします。失礼します。バイバイ。